ドンチェリウスということで、今回なんですけど、毎日コーデ紹介36日目なんですけど、今日はこんな感じの格好でございます。はい、こういう感じ。はい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 。まあ今の季節ね、夏から冬へのちょうど過渡期、まあ秋って言うんですけど秋なんでね、まあ着るアイテム数はね多くないというか、まあ今日はね2枚、2着しか着てないんで少ないんですけど、いい感じじゃない今日。はい、一点一点ねちょっとパンチ効いてて、うん、いい感じかなと思うんですけど、まあとりあえずね着てるアイテムの紹介からするんですが、まずトップスのこのロンティーが、これがねシュープの22年秋冬のアイテムです。まあデザイン的にはねボーダーがちょっと各所に、切り替えで使われてるっていう感じで、あとは首のパターンがねちょっと変わってまして、なんかサッカーのユニフォームっぽいというかね、リブが全部一周するんじゃなくて、ここだけはねリブなしで、みたいな、ちょっとスクエアっぽい形になるような感じです。であとは胸元に刺繍が入ってるっていう感じなんですけど、どうですかこれ、いい感じじゃない。このなんかボーダーって、これね特に白とネイビーのボーダーなんですけど、なんかあの3、40代のおっさんがね、何着たらいいか分かんなくなって手を出すアイテム感あるんですけど、その感じがね一切なく、いい感じにちょっとモードに消化されてる気がしてね、そこら辺がいいかなと思います。あとはね特にこの僕緑とこのなんだブラウンのねこのボーダーもちょっと好きですね。なんかねこのパターンどうやって考えてんだろうね、この配色の組み合わせというか、ね、なんかそこがね不思議なんですけど、全体としてはいいバランス感になってるんじゃないかなと思います。で、続いてパンツなんですけど、これがサリバンの22年秋冬のアイテムです。まあ、見ての通りね、あのボンテージのディティールのウォッシュのかかったデニムですね。まあ、これは言わずもがなかなっていうか、サリバンらしい、非常にサリバンらしいアイテムかなと思いますし、サリバンは僕的にはねやっぱあのずっと言ってるんですけど、まずね手を出すならデニムがおすすめかなっていうのもありますし、まあ、まずじゃなくてもね、あのめっちゃサリバン買ってる人でもデニムはね毎シーズン買ってもいいものが多いかなっていう感じで、今シーズンもね攻撃力高めでいい感じかなと思います。ほんとねシルエットもめっちゃ綺麗で、細いっちゃ細いんですけど、スキニーとはまた違ったね、なんか綺麗で、それで綺麗でかっこいい、洗練されたねシルエットかなと思いますっていうのが、サリバで、最後ね靴、最後じゃね続いて靴なんですけど、これがアーネストのヒールブーツです。で、リングもサリバンの22年秋冬のアイテムです。まあこうイレギュラーなねチェーンが付けられたランダムチェーンのリングで、あとちょっと垣間見えてるんですけど、ネックレスもね付けてまして、これもねサリバンのネックレスです。ミックスチェーンでね3種類かなのチェーンがランダムで組み合わせられたチェーンをちょい見せ、チラ見せする感じで、つけてます。なんかその感じがね、このトップスのこのランダム感とちょっと相まっていいかなと思って、あえて隠してちょっとチラ見せでね、やらせていただいてます。はい、とまあね、今回こんな感じだったんですけど、いい感じじゃない？なんかね、上下ともちょっとね、あのデザインは効いてるっちゃ効いてるんですけど、アイテム数が少ないがゆえか、ちょっとわかんないんですけど、まあそこまでね、全体的に派手すぎず、いい感じかなと。ちょっとゆるっともしてるんだけど、パンツシャキッとしてるみたいな感じ、その上下のバランスもいいなっていう感じです。はい、ということでね、なんか感想とかございましたらコメント欄までお待ちしてます。はい、そんな感じでした。また